皆さんこんにちは。鉄道大好き、旅が大好き、平野紫乃です。新潟県の上越妙高駅にやってきました。今回は JR 東日本の観光列車越のシクラに乗って新潟県十日町駅までの旅を楽しみたいと思います。地元の味覚に美味しいお酒、そして大きな車窓から眺める美しい風景を満喫する旅です。一緒に楽しみましょうね。それでは早速行ってきます。新潟県の上越妙高駅から長岡経由で十日町駅まで走る観光列車越のシクラ。その名の通り、地酒王国新潟の魅力が存分に楽しめる酒をコンセプトにした列車です。また車窓からの眺望も素晴らしく、日本海の沿岸を走行する区間。こんにちは。今回平野さんが乗車するのは最後尾の1号車。おー、大きい窓、すごい開放的ですね。あ、座席が全部こっち向いてるのもちょっとポイントなんですかね。さあ、ここで列車の車内をご紹介しましょう。3両編成の越のシクラ、まずは定員34名の1号車。こちらの席は車窓の方に向かって並び、2人ずつパーティションで仕切られたくつろぎのペアシート。こちらは海側に面した2人掛けの席、展望ペアシート。また車両の半分はテーブルを囲んだ4人掛けの楽々ボックスシートとなっています。続いてはお隣の2号車。居酒屋さんの入り口のような扉を開けると、こちらはレトロ感のある照明の下に酒樽をイメージしたスタンディングテーブルが4機配置されたイベントスペースです。また2号車には蔵守と名付けられたサービスカウンターがあり、各種の飲み物やつまみ、お土産品などが用意されています。続いてこちらは定員36名の3号車。ゆったりくつろげる回転リクライニングシートが並びます。車両先頭部のフリースペースには8席分のソファーが設けられ、自由にくつろぐことができます。ウェルカムドリンクをお持ちいたしました、はい、こちらが長岡の旭山さんのノムネというスパークリング日本酒でございます、はい、発泡性の日本酒ノムネ、ほのかな甘みと爽やかな喉越しが特徴です。いいですね、美味しい。ほのかに甘くてスパークリングがシュワシュワしていてとても美味しいです。地酒王国新潟を走るお酒がコンセプトの観光列車越のシクラ。車窓を流れる日本海の絶景に胸をときめかせながら、絶品の地酒や料理に舌鼓、心癒される鉄道の旅。旅する観光列車、今回は越のシクラで行く越後路の旅をお送りします。